前の皆さん、こんにちは、佐々木です。はい、ということで本日なんですけども、本日新しいスニーカー届きましたので、早速ですね、皆さんにご紹介させていただきたいなと思います。っていうかね、久しぶりにね、これ阪神タイガースの5950被ってるんですけど、7年ぐらい前にですね、これ多分発売されてるんですけど、もう多分売ってるとこないんちゃうかな。僕これの黄色も実は持ってて、あれどこ行ったんやろ。このツバが黄色で、このタイガースの、ロゴがですね、黄色の阪神タイガースのキャップを僕ですね、ニューエラ大阪で当時20歳ぐらいの時に買って、で、このシルバーはですね、2年ぐらい前にリンクアウトレットでこれ1500円ぐらいで売っとったんですよ。マジでと思って。で、それで買って、これ実は、そっから初めて被ったんですけど、これ。で、先日ね、2年ぶりにリンクアウトレット、この前行ったじゃないですか。その時にはもう売ってなくて、もう最新のね、プロダクトばっかりがドワーッと並んでて、もうそういう、当時物のやつは全然アウトレット置いてなかったんですけど、当時これ買った時、リンクアウトレットに入荷ができた頃で、多分倉庫とかに在庫余ってたプロダクトをなんかまあ、持ってきてたのかな、わからないですけど、これ1500円くらいで買えても破格でしょ、意味わかんないでしょ。まあ何が言いたいかっていうと、まあこれは6、7年ぐらい前の商品になるので、品質が、全然違う。めちゃくちゃいい。これマジでいいっす、これ。これみたいに、まあ、中国製の、ウールなんですけど、これ結構かっこよくないですか。俺初めて NPB のニューエラのキャップって、この阪神タイガースの、こう、黄色で、バイザー黄色の、この同じ型の色違いなんですけど、むっちゃかっこよくないですか、これ。俺めっちゃ気に入ってるんですよね、これ。しかもこの J チップスとね、共同プロダクト、新作のね、エールジャパンの T シャツなんかともですね、バッチリですよね。まあ何よりもですね、被り心地に感動してると。まあそんな話は置いといてですね、じゃじゃーんということで、新作の、新作っていうか新しく買ったね、スニーカーが届いたんですけど、こちらはですね、今月、6月の頭にですね、私の SNS でプレゼント企画、させてもらったんですけども、そちらの、プレゼント企画で当選された方のですね、スニーカーをですね、まあ、スニダンで購入して、そちらが届きましたんで、早速本日はご紹介させていただきたいなと思うんですけども、その前にですね、まあ、このプレゼント企画ね、知らない方いらっしゃるかもしれないので、一応先にお伝えしておきますとですね、まあ、概要欄に、インスタグラム、そしてツイッターのリンク貼っておきますので、ぜひね、まずフォローしていただきたいんですけども、今現在私の SNS でですね、12ヶ月連続でスニーカーを毎月プレゼントするっていう、企画をやってるんですけど、先月はエアジョーダン1のシカゴだったんですけど、今回は、まあ、こちらのスニーカーということで、今から、まあ、エアジョーダン1なんですけど、こちらも、ご紹介させていただきますが、これはもう、フォロワーの皆様からのですね、コメントを参考にさせていただきまして、こちらのスニーカーを選ばせてもらったんで、これまたね、7月もプレゼント企画やるんで、ちなみにね、1回目はめっちゃ倍率高かったんですけど、2回目はね、その倍率半分ぐらいだったんで、まあ今回、次3回目やりますけど、7月に。多分当たる確率、1回目より全然高いんで、今は。ぜひね、気軽にね、誰でも参加できるプレゼント企画なんで、概要欄の方からですね、私の Twitter と Instagram もフォローしておいていただければ、YouTube ではこれ告知してないんで、基本的には、僕の SNS での、一応企画っていうことでやらせてもらってるんで、ぜひフォローしていただくと、ちなみに先に言うときます。7月のプレゼント企画の商品なんですけど、これも、コメントでいただいた通りですね、僕約束します。エアジョーダン1のですね、85年の、パンダからこちらを一足プレゼントするんで、ぜひぜひ皆さん楽しみにしててください。多分7月のね、3日からかな、始めさせていただくんで、もうぜひぜひ僕の SNS、フォローしててください。はい、ということでちょっとね、話長くなりましたが、まあ今回ね、プレゼント企画で当選された方の、スニーカーがですね、まあ届きましたんで、ご紹介させていただきたいなと、思います。はい。ちゃんとね、スニダンで購入させていただきましたけども、こういったね、鑑定書が、ついておりまして、一応僕の今回のプレゼント企画で当選された方はですね、僕のね、オリジナルステッカーも一緒に、入れて、まあ、発送ね、今回ちょっとさせていただきますけども、はい、こんな感じで。ということで今回ね、プレゼント企画でですね、当選された方の、プレゼントの商品がですね、じゃじゃん、こちらでございます。エアジョーダン1レトロハイオージーのですね、スパイダーマンでございます。来た！はい、ということでですね、こちらなんですけど、なんかね、こういう感じで一足ずつね、なんか白いこういう包装紙でですね、こういう感じで、包まれておりました。普通はね、一枚の紙でこう二足包んであると思うんですけど、なんでか知らんけど、一足ずつまあ包まれておりまして、すいません、これね、当たった方の商品なんで、あんまりちょっとベタベタ触れないんですが、まあね、一応こんな感じになってるんですけども、これね、そもそもね、ちょっと定価やっぱ高かったですね。まあ玉数はね、まあ非常に多かったと聞いております。なんか、いつもね、新品のスニーカーいい匂いやなーって思うんですけど、ちょっとね、これはね、不快になる匂いもちょっと混ざってんな、これ。はい、まあ、そんな感じでですね、今回こちらですね、パテント、そしてスウェード、ヌバック、レザー、いつものこの辺、レトロハイ OG って感じで、この辺の素材はめちゃくちゃいいと思います。ただやっぱり、これ、パテントってね、これ、防水スプレーすると、これ拭き取っても、くすむんで、絶対これ防水スプレーしない方がいいですね。防水スプレーしたい方は、このパテントの部分だけ、養生テープとかで保護しておかないと、これくすむんで、絶対に気をつけた方がいいですね。
この辺もちょっと怖いな。もうこの辺も完全にアウトなんでね。はい。まあそんな感じですけども、一応まあカラーがですね、まあシカゴがまあベースになってるんで、まあ個人的にね、僕もこれスニーカーズの方で抽選させてもらったんですけど、まあ結局まあダメだったんですが、なんかこう履く用よりね、なんかこう、インテリアとして飾ったりとか保管用、まあ、コレクションとして、まあ、一足持ってても面白い一足なのではないのかなと、個人的には思っておりました。で、これアウトソールがね、なんかこう、ニューエラでいうグローインザダーク、光を吸収して光るみたいな感じらしいんです。ちょっとやってみましょうか。うわ、ほんまや。光ってる。じゃじゃん。ほら。こんな感じ光ってますね。照明当てるだけで。こういう面白いギミックがね、スニーカーとかに乗っちゃうと、個人的には、履くものとしてあんまり見れなくて、所有欲を満たしてくれるような、僕の中では、まあ、一足に近いんじゃないのかなと、思っております。まあ、今回ね、6月のですね、プレゼント企画の方で当選された方ね、本当におめでとうございます。また来月、7月ですね、まあ、先ほど言いましたけど、エアジョーダン185、こちらの、パンダをですね、プレゼント企画必ずやりますんで、まあ、今回、当選されなかった方もそうですし、こんな企画、やってたんだと初めて知った方、今すぐ、僕の概要欄の方でインスタグラム、ツイッターフォローしといて情報そしてねゲットしていただければなと思っております。ということでね、最後になりますが、私のブランドエールジャパン、そして私崎山翼ですね、7月の1日2日に開催される大阪スニーカーコンに出展することが決定になりました。ということで、開催までね、もう間もなくというところまで来たんですが、今回の大阪スニーカーコン、約4年ぶりの、開催ということで、こちらね、スニーカーコンはですね、ワールドクラス。このね、今回のスニーカーコンというイベントの母体はですね、まあ、本場アメリカの、イベントになってるんですけど、今ね、全世界で、スニーカーコンのツアーやってるんですよ。で、この7月の1日2日は日本の大阪で開催されるんですけど、これ東京とかないですよ。これいつも言ってますけど、日本の常識、今回のスニーカーコン全く通用しないんで、これはお客さんもそうですし、僕らもなんですよね。もう開催まで、あと何週間しかないのに、イベントの詳細全く聞かされてないんですよ。どんなところで出展するとか、アメリカンスタイルですね。これ日本じゃ通用しませんよ。でもね、でも僕は思ってるんですよ。日本では当たり前のことが通用しないこのスニーカーコンこそが日本が運営しているイベントなんかとはですね、全然違う世界をですね、僕はこのスニーカーを通じて見せてくれるのがこのスニーカーコンやと思ってます。僕も当日どうなるかわかりませんが、皆さんと一緒にね、思いっきり、スニーカーコン今年のね、上半期の集大成として盛り上がりたいなと思っておりますんで、ぜひね、皆さん、遊びに来ていただければなと思っております。そしてね、私のブースの方ではですね、エルジャパンのね、エクスクルージーモデルのニューエラキャップだったりとか、そしてね、今僕が着ているですね、こちらの T シャツ、どっかで皆さん見た覚えないかな？もう気づいてる方はいらっしゃると思うんですけども、ニューヨークのですね、超有名デザイナーチームのですね、J チップスとのですね、共同プロダクトによるですね、私のエルジャパンの、T シャツになっております。J チップスのね、セイバーロゴのですね、フォントをですね、デザイナーさんにですね、これ一から書き下ろしていただいて、このエルジャパン専用のですね、セイバーフォントを作っていただきまして、バックプリントにですね、こういうね、キャップの立体的なイラストがですね、プリントされた、こちらの新作の T シャツ。またね、この撮影してる段階ではですね、この T シャツの、名前とかは全然決まってなくてすいません。先にちょっとお見せさせてもらってるっていうような感じなんですけど、海をまたいでアメリカと日本のですね、こういった共同プロダクト、まあコラボですね。J チップス本人からもですね、こういったことをさせてもらえるのは光栄やと、僕はじめ断られるかなと思ってたんですけど、僕のことをすごく信頼してくれて、いつか日本でも面白いイベントやりたいっていうことでね、僕まあ3月にニューヨーク行った時にいろいろお話しさせてもらったんですけども、まあ今回ね、このスニーカーコンワールドクラスのですね、スニーカーイベントでこういったことができる、僕はスニーカーの専門店ではないんですけども、キャップショップとして、今回は出店させていただくんですが、当日はね、キャップスニーカーを通じてですね、皆さんと一緒に、今回のイベントをね、大阪スニーカーコン盛り上げたいなと、思っておりますので、ぜひね、遊びに来ていただければなと思っております。他のね、出店者さん、僕も当日誰が来はるんかっていうのはちょっとわからないんですけども、多分海外のね、方とかも、多数いらっしゃると思います。まあ、間違いなく、日本では一番盛り上がるスニーカーイベントではないのかなと思いますので、ぜひぜひね、皆さんご来場の方もお待ちしております。ということで、今回の動画ね、おもろかったんやけど、思っていただいた方、ぜひともですね、グッドボタンの方と、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。あとね、私のインスタグラム、フォローしていただくとですね、私のブランドエールジャパンで販売されているニューエラキャップの先行販売、YouTube で配信していないですね、限定商品の発売なんかの情報はですね、こちらインスタグラムの方で配信しておりますので、ぜひこの後ですね、概要欄からリンク飛んでいただいて、フォローしていただければなと思っております。ということで、皆さんまた次回の動画でお会いしたいなと思います。どうも皆さん、ありがとうございました。